じゃあ今皆さんもう一回思い出してもらって、お互いに見て、で自分、あなたは何々さん、ここ硬いですね、痛いですよねとか言って、まず一番最初のパターンで何々系かを決めるわけですよね。神経系なのか、ね、青いとこ神経系なのか、ピンク色のところですよね。循環器系なのか、呼吸器系なのか、そして黄色のところ、消化器系なのか、黒いところ、泌尿器系なのかを見て、で一つのところでは絶対ピタッと決まらないんで、重なってくる部分はあると思うんですよね。まあ、でもそれをあれもこれもですねじゃなくて、まずまあ施術方針を決めてあげないといけないので、まずやっぱり何々さんは神経系でいきましょうということで、まあ、そこにピッて1つツボを貼る、2つ貼る、でもしくはまあ消化器系あるんだったら、もうそこにツボにマグレイン貼るのはいいと思うんですけども、その後に次こう選ぶツボを、こう消化器系も神経もとか言ってたらあれなんで、どっちか1つボディでやるのは、まあじゃあ今回は神経系でいきましょうかっていうことでやって、眼中とかですね、老朽とかですね、まあそういうところにアプローチをすることを、まあ見ててくださいねっていうのが、まあ一つのパターンですよね。で今度それができてきたら、この耳の反応点を正確に取るっていうパターン、今のは一つのパターンですね、簡単なバージョン。でもう一個は耳を細かく触っていって、で「ひ」なのか「い」なのか「はい」なのかっていうことを見ていって、それが今度は臓腑としてはどこの臓腑の問題なのかって見るわけですよね。でそれがまあ拒してるのか自してるのかを見て、まあ基本やはり肝以外はほとんど拒してるっていうふうな判断でいいと思うんですよね。で肝でもまあ弱ってるっていうこともあるから、まあその方お話ししながら、すごいイライラしてんのかストレス溜まってんのかいうのを見ながら判断していくっていう必要は肝はあるんですけど、まあ他のやつはほとんど弱ってるっていうことでいらっしゃってると思いますんで、その反応点を見て、あちょっとあなた脾が弱ってますよねってなったら、今度脾が拒してるというような考え方でまず試してみて、脾のところにプチッとこう張って、今度脾虚症ということでアプローチしますよね。だから今度はどこのツボを選ぶかいうことですけども、まあボディをさせてもらうんだったら当然脾の経脈とかもアプローチするし、背中だったら脾虚とかチョイスしていくし、でツボで選ぶのであれば脾の中の、まあ、母を補うわけですから、脾の中の蛙ですよね、脾の中の蛙、体とかにアプローチをしたりとか、あと今度蛙の蛙ですよね、娼婦かな、にアプローチをするっていうことを打ち出して、そこにチェックしていきますねとか、でそこにまたマグレイン貼ってもいいし、まあ、手のひらにねそんな貼ることはないですけども、足やったら貼れると思いますんで、そういうとこ貼って、まあ、そこに施術をしていくと、呼吸補射をしたりするし、まあ、経脈の走行に沿って、陰の経脈、脾ですから陰の経脈なんで、それに沿ってアプローチをしていって強めてあげるっていう、そういう施術法を提案してやっていって、まあ、ボディの中なりリフレクソロジーなり谷口メソッドの中のをうまく使ってもらって提案していくということですよね。でまあそれで1週間見てもらって、1週間次来てもらった時に今度どうなったかを聞いて、で反対の今度耳にもう一回ツボ、耳ツボ両方でマグレイン貼っていくと、で1週間に1回ずつ様子を見てもらうということですね。まあ、その時に、まあ最初の時にも、まあ、今は脾のところを例に出したんで、やっぱりその脾をこう休めていくためにどんなことをするかいうこと、アドバイスも必要になってくるので、やっぱり冷たい食べ物のことですよね、油も食べ過ぎてないですか、冷たいもの飲み過ぎてないですかとか言って、まあそれを全部やめなさいということは言わなくていいと思いますけど、ちょっと控えてみてくださいってことですね。ちょっと運動少ない方にはちょっと歩くのを気をつけてくださいって、1週間やってもらって、で次回来てもらった時にどうでしたかって、あれから気をつけてもらってやりましたけどどうでしたか、で耳の反応を見せてもらって、ボディさせていただけるんだったらまた比喩の反応を見たりとかですね、で比系のラインとか態度を見たりとか、そういうとこ反応を見たりして、で耳もまた見せてもらって、まあどう変化があったのか、体調どう変化があったのかっていうことをまた見ていくわけですよね。そういうようにこう
作り込んでいくっていうのが大事なんで、まずはまあそれを経験則を作っていく必要があるので、周りの方にやってもらったりとか見せてもらったりやりながらアドバイスして、まあ今来てくださってるお客さんで協力してくれる方いらっしゃったら、そういうこともアドバイスさせてもらって、どれだけ変化があるのかないうのを1週間ごとにこうずっと見ていければベストだと思います。そういうところを見ていただければと。